乃木坂46の久保詩織が、1日放送の、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時に出演。自身の少女時代の思い出を明かした、久保詩織、チアダンスでグループの基礎を教えてもらった、この日はリスナーからのお便りに答えながら、次々と自身の少女時代について明かした久保。チアダンスをしているという受験生からのお便りには、私は6歳から15歳とかまでだから9年間ぐらいやってたけど、チアダンス楽しいよね、とうなずいた。東北ゴールデンエンジェルスジュニアチアリーダーズのメンバーとして活躍していた久保がチアダンスを始めることになったきっかけは、お母さんが私があまりに人見知りだから、その人見知りを克服させるためにって勧めてくれた、という。スタジアムで踊った後には良かった点や悪かった点などをメンバーがそれぞれ報告し反省会を行ったりと、真摯に取り組んでいたと解雇した。ホワイトボードに全員で次の1個の目標を考えるんで話し合って決めて発表する、グループとか大人数で何かするっていうことの基礎を教えてもらった場所、だとチアダンスを振り返った。バル、久保詩織、中学時代はオール5の優等生また、中学生時代までは、もう真面目だけが取り柄だったから、それこそオール5でした、と学生生活を振り返る場面も。小学生の時ですら、宿題を忘れたっていうことがなかった、ゆえ、犬に宿題を食べられてしまった際には、怒られる、と泣いたこともあったのだとか。また中学校では、ほとんどの教科で90点を超えてた、と学年15位には入るほど真面目だったと振り返っていた。